アメン、こんばんは。こんばんは、ハレリア。ハレリア、アメン。お元気でしょうか。お元気でしょうか。はい、今日はですね、以前1回か2回ですね、チェンさんっていう中国の方、インタビューしたことがあるんですが、今日もですね、10分ぐらいですね、あと10分ぐらい経ってからなんですが、チェンさんにインタビューができるようになりまして、そして、反日デモについてですね、反日デモについてちょっと、インタビューをしたいと思います。あ、菊池さん、こんばんは。菊池さん、こんばんは。はい、どういう話になるか楽しみですね。私はですね、サタンがですね、サタンがその、この日中の関係を悪くしたり、日韓の関係を悪くすると思うんですね。サタンはですね、人間関係を悪くする、人間関係を悪くする、これがサタンの目的です。そしてイエス様はもちろん、イエス様はもちろんですね、人間関係を良くしたい、平和にしたい、愛し合うようになってほしい、これが神様の御心ですね。サタンは仲間割れをして、そして喧嘩をさせて、戦争をさせて、殺し合いをさせる、これがサタンの目的です。皆さん、この原則をしっかり理解してください。ですから私たちは中国の人とこの平和を作らなきゃいけないんだ、韓国の人とですね、平和を作らなきゃいけないんだという、それは日本のためでもあるし、中国のためでもあるし、その争えば争うほど双方に大きな損害がありますね。今回のことで、経済的にもだいぶマイナスではないでしょうか。中国にとっても、日本にとっても、経済的にも、また政治的にもものすごいマイナスではないでしょうか。はい、小太郎さん、こんばんは。そういうわけで私たちは、サタンの、そう、思うツボ、そうですね、争うほどサタンの思うツボ、サタンの思うツボにはまってはいけません。私たちは、数の子さん、アメン。私たちは資料深くなって、リュウさん、こんばんは。私たちは本当に平和のために祈らなければならない、平和のために祈らなきゃならない、それが大事なポイントですね。ぜひ皆さん、ある意味ではですね、中国の人たちも日本の人たちも、そういうふうに敵意がある人、悪意がある人、ナショナリズムと言ったらいいかな、ナショナリズムの人たちがその争いを好んでいます、争いを好んでいます。そういうわけで私たちはその、この争うことではなくて、和解したり、そして愛し合ったりする、そういう平和を求めるものにならなきゃいけないんですね。そういうわけで、クリスチャンが増えると、リバイバルでクリスチャンが増えるとですね、この社会が平和になるのです。クリスチャンが増えると、平和を作るもの、神の子は平和を作るものと言われてますね。ピースメーカーですね。で、その平和を作るものが増えれば社会が、平和になるということです。ガジマ牧師は、9、10、11、
が東京ですね。90、11、来月90、11ですね。祈ります、毎日、アメン。はい、まあ半日でも、まあ日本人としては あまり嬉しくないことですね。日本人としてこう半日でもされることは嬉しくない。でもやはりですね、私たちはまあ比較的その日本の方があまり反応しないので嬉しいですね。この反日デモに対して、この反中デモがですね、日本に起きたら大変ですけれども、まあ、その点日本人は比較的まあおとなしいと言いましょうか。反日デモに対して、まあ沈黙を保っている、これはいいことだと思いますね。いいことだと思います。あまり反応しない方がいいですね。反応しない方がね、静かにこう静観してですね、まあ、静観するだけじゃなくて、まあ、祈ることが大事ですね。許すことと祈ること、こういう時信仰が必要ですね。こういう時に信仰が必要です。クリスチャンは、こういう時に、許すわけですね。許す、そして、祈るわけですね。そうですね、デモではなく祈りで解決したいです。アメン。デモではなく祈りで解決したい。日本人は素晴らしいね、本当。まあそういうわけで、皆さん、私たちはサタンに騙されてはいけない。サタンに騙されないで、しっかりとですね、サタンの思うつぼにはまらないで、平和を求めましょう。平和を求めるのですね。感情的にならないで、その闇雲に反応しないで、相手が例えば怒っていたとしても、私たちは思慮、深く静観するのが大事なんですね。一番重要なのが祈りなのですね。わかりました。一番重要なのが祈りなのですね。わかりました。アメン。まあ、個人的にもですね、クリスチャンになると、個人的にも、この寛容になり、そして、個人的にもですね、柔和になります。寛容になり柔和になります。多くの人がクリスチャンになってですね、優しい人になるのですね。多くの人が、そのクリスチャンになって優しくなります。祈りこそ唯一の解決方法で、サタンが嫌がる方法だと思います。アメン、アメン。一つ質問良いですか。祈りの時間ってだいたい何分とか決まっているのでしょうか。一応聖書ではですね、絶えず祈りなさいと書いてありますね。絶えず祈りなさい、絶えず祈るということは絶えず祈るということですね。絶えず祈る、これが原則ですね。すみません。絶えず祈ることが大事ですね。キリストの妻の件、イエス様は独身です。結婚していません。あれをダヴィンチコードは、間違っていますね。ダヴィンチコードは間違っています。イエス様は独身です。はい。なぜ中国人は怒ってるんですか。まあ、一つはですね、日本が謝罪してないことですね。潜在的にはですね、日本が、南京大虐殺を居直ってですね、謝罪していない。そういうことで潜在的には中国の人たちは怒ってると思います。僕も今日祈りました。どっちが正しいの。ですね、どっちが正しいというよりも、日本は日本で悔い改め、中国は中国で悔い改めるべきだと思うんですが、ただ太陽戦争においては日本の方が悪いと思いますね。日本の方が悪い、つまり侵略したということですね。侵略した方が悪い。そういうわけで日本の方が謝罪するべきだと思いますね。
でも大事なのはイエス・キリストに会って許し合うということですね。イエス・キリストに会って許し合う、これがとても大事ではないでしょうか。もうちょっとですね、もうちょっとしたらでも知ってる人たちの心の平安があるようにお祈りしました。アメン。ありがとうございます。これも霊的戦いだと思ってます。日中の祈りでサタンを、勝利しましょう。サタンに勝利しましょう。アメン。中国側が戦後賠償を放棄したと聞いたんですけど、そうなんですよ。そう、蒋介石っていう人だったんですね。でその蒋介石はクリスチャンだったんですね。で、日本にですね、この間放送したクリスチャンの何でしたっけ、忘れちゃった、クリスチャンの香川豊彦ね、香川豊彦がいるので、蒋介石は日本に、戦争戦績賠償を放棄したね、信仰の上なんですね。信仰のゆえに、また香川豊彦のゆえに、蒋介石は許すということで、戦争戦績をですね、賠償戦績賠償をですね放棄したんですね、戦後賠償ね。でそうなんです、その戦後賠償がなかったので日本は非常に経済的に早く発展したということですね。もし日本がですね、戦後賠償をしなければならなかった、もう電話しなきゃいけないね。じゃちょっと電話しますね。ちょっと待ってください。電話して大丈夫かな。はい、チェンさんね、そろそろ出ると思うんですが、もし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 、チェンさん、チェンさん、チェンさん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは、チェンさん、お元気ですか。お元気ですか。もしもし、はい、聞こえますか。こんにちは。聞こえますか。はい、チェンさん、お元気ですか。お元気ですか。お元気ですか。元気、さっきお話しした。まあ、そうですけど、まあ、一応放送ですから。放送ですからです。チェンさん、チェンさんは、イエス様を信じてますね。イエス様を信じてます。もちろん、私、キューちゃんの放送を見て、私、きっかけで。私の放送を見てクリスチャンになったんですか。もちろん、あなた、私、そうしいですよ。わお、嬉しいですね。放送でクリスチャンになったんですか。そうです。感銘を受けた。そういうね。で、クリスチャンになって変わりましたか。クリスチャンになって変わりましたか。私自体は変わりました。変わりました。変わりました。でも、もう国がね、変わらないと思う、これは。中国が変わらなければダメっていうか。もちろん、日本もそうだけど、中国はもっと変わらなきゃダメだよ、それは。どういうふうに中国は変わらなきゃいけないんですか。もちろん。どうや、はい、中国はどう変わるべきですか。中国は、中国はどういうふうに変わるべきですか。聞こえますか。もしもし、ちょっと回線が弱いね。中国はどう変わるかということ。はい、そうそう。どう変わってほしいですか。中国はどう変わるかというと、もちろんクリスチャンを、僕は教える。これに限るね。伝道した。あれでしょ。今中国クリスチャン増えてるんじゃないですか。クリスチャン増えてないですか。まあぼちぼちね。ぼちぼちだね。クリスチャンの知ってる人たくさんいるでしょ。チェンさんでクリスチャンたくさん知ってる人いませんか。クリスチャンの友達いませんか。いません。いないの。いないの。クリスチャンの友達いない。もしも。いません、ね。いないの。そうですか。私ここで一つ何ですか。
そうです、いないね。いない、ああ、本当、クリスチャン少ないんだ。私のことを教えてる、うん、ちょっと元のことを言う、前話して、ちょっとダメね、ちょっと本当、厳しいよ、これが。あ、あんまり言えないね。じゃあ、ね、話した通りね。中国はね、やっぱり、そう。キリスト教禁止だからあんまり話ができないので、じゃあ他のことを話しましょう。チェンさん、はい、反日デモについてどう思いますか？反日デモについて。これは、私に、日本の皆さんともね、うん、ぜひお話ししたいです。うんうん、もちろん、Q3も、うん、お話ししたいですが、うん、私、Q3 よりも日本の方とね、Q3 も含めてね、うん、日本の方とお話ししたいんですが、基本的にね、うん、基本的に、中国やってる、そのデモをやってる人は、うん、一部の人間ね。一部の人間。ああ、一部の人間ね。うん、おかしい、テロリズムね。テロリズムは。テロリストがやってるという感じ。うん、中国のテロリズムですよ。ああ、デモじゃなくてテロリズムということですね。もちろん、私の実の身内も、うん、イオンあるね、ショッピングセンター、マーケットね。イオンのマーケット。うん、ジャスコかな。ジャスコ。日本のね。あそこで私、被害あったからね。ああ、ジャスコやられちゃったね。うん、窓ガラス当たったんだけど、これは日本の報道されてないんだけども、ジャスコの窓ガラスを割った、まあ、ガラスを割った中国人、うん、破片、ガラスの破片がね、うん、太ももをちょっと切ったのね。チェンさんの親戚の方の太ももが切れたですか？だからそういうことですよ。被害もあるんですよ、これ。中国人を中国人、ね、うん、傷つけるわけですよ、これ。中国人の人が傷ついてるということね。うん、これはおかしなことですよ。はい。そうね。確かにね、中国の経営しているお店が壊されたりとかね。そうですよ。そういうのもありますよね。うん、じゃあ、多くの中国の人は、もちろんデモは反対なんですか？多くの中国の方々は、デモ反対？もしもし。思想の問題ですね、これは。思想の問題。さっき、日本、古くから根付くその日本の、うん、日本がおかしいという人は、うん、やっぱり、どこまで行ってもおかしいと思うね。でも、うん、でもね、私も日本、うん、私許したんだけども。日本許してくれた。日本は許しますよ、私は。クリスチャンになって私は許しました。クリスチャンになってから許せたということですね。じゃあ、クリスチャンになってない人はまだ日本を許してないということになるのかな？そうかもしれないね。私も広めたいことはあるね。まだ9割の中国の人はクリスチャンじゃないですよね。そうです。そしたら、そういう人たちはやっぱりこう日本のことを許してないということになるのかな。そうかもしれないね。チェンさんはクリスチャンになったから日本を許してくれたんですね。クリスチャンになったから日本のことを許してくれたんですね。そうですね。ね、日本を許すというか、うん、イエス様の上に許してくれたということですね。イエス様、うん、イエス様の上に日本を許してくれた。日本のことを許してくれた。そういうことです。でも私、本当、日本人、私ね、キューちゃんそう言いますけど、うん、私、本当、日本は別に悪くない。あなた方が、一度、チャットでお話し、スカイプで話しましたけど、うん、あなたたちのね、うん、世代の人が謝ったことでもしょうがないの、これは。ね、でもね、やっぱりその今の中国の方々はね、やっぱりおじいちゃん、おばあちゃんが殺されたりなんかして、はい、やっぱり恨み持ってると思うんです、若い人も。いやいや、でもね、うん、こればっかりはね、うん、もう今更ですよ、これは、本当に。いや、今更だけどね。キューちゃん、戦争、あなた、じゃあ、戦争行った、いたのか、あなた。私は行ってない。私は行ってない。行ってないよね。うんうん、私も行ってないですよ。ね、ここに放送聞いてる方たちも多分行ってないはずですよ。うん、はい、だと思うんですが、うん、私の中国の
人間も言ってない、このデモをやってるバカどもたちもやってないはずだよ。こういう人間が言うことじゃないですよ。なんで謝るんですか、日本人は、ということですよ。私、それがおかしいの。恨んでる人がたくさんいるからね。恨んでるっていうのは、やっぱり被害者じゃないですか。中国は被害を受けたわけでしょ。私の教科書によるとそうですよ。でもいろいろその、日本はね、そういうこともやってないとかね、いろいろ言ってますよ。それで怒るでしょ。そんな日本が南京がなかったなんて日本が言えば中国の人怒るでしょ。私その場にいなかったら分かりませんよ、私は。いやでもあれがなかったなんてありえないでしょ。ありえない、ありえるという話ではないですよ。そう、私と思う人です。私いないんですよ、その場所に。でも証拠があるでしょ。証拠歴史というのは改ざんされてるんですよ、これ、どこの国にも都合いいようにね、改ざんされてる。これが歴史ですよ。中国の教科書には中国のいいような歴史上のね、ことがあるんです。日本は日本のいいの歴史上があるんですよ。都合のいいように屈辱されて、ね、あなた方が見てるんです、これ。まあ、それは確かに若干はあるでしょうけどね。ないですからね、私、その場所にいないんですから。場所にいない人間にそのあったことの話聞いたって、そんなの分かるわけないじゃないですか。どっちが正しくそもないです、これは。そう思いますよ、私は。だけど今回のデモに関しては、私この場にいてテレビでもね、自分でも見てるけれども、これはおかしいなと思いますね。ああ、中国デモはおかしい、反日デモはおかしいっていうこと、そういうことですよ。謝るならどうぞ謝ってください。だけど、はい、そういう日本がね、中国に対して謝罪が欲しいって言ってる人に対して、それは謝ってほしい、謝れるのであれば謝りたけどね、私には謝ってほしくないですね、私は。そういう考えです。陳さんには謝ってほしくない。私、いなかったからね、その場に。それを言ったら、キリがないというのね。そうですね、まあ、根本的にはやっぱり、イエス様に罪が許されなきゃいけないので、まあ、そういう意味で悔い改めるっていうのは、まあ、イエス様に向かって悔い改めなきゃいけないっていうことではあるんですけどもね。だから中国の人は日本を許してくれて、そして日本の人はイエス様に罪を悔い改めると。で、両方がそれで、イエス様によって許されるということが大事なんじゃないかなと思うんですね。まあ、とにかく私たちはサタンがね、キリスト教ですからね。そうそうそう、サタンがね、私たちの関係を悪くしようとするので、私たちはイエス様の御心に沿って和解して愛し合わなきゃいけないと思うんですよ。だから私たちはやっぱり信仰によって初めてね、和解ができるんじゃないかと思うんですね。もちろんそうですね。歴史というのよりもね、やっぱり同じ気持ちであること自体、同体であること自体はね、私もそうですけど、Q さんも同じこと思うじゃないのかな。そのね、宗教もそうですが、一緒の気持ちで分かち合ってね、国がね、中国も日本も韓国もね、まあ、韓国はちょっとおかしいですけど、ちょっとね、そういう仲良くしていった方がいいのかな。そう、結局ね、その平和を作る方がはるかにいいわけですね。その経済のためにも政治のためにも、いろんな面でね、やっぱりこの平和の方がいいんですよ。平和の方が、平和はいい、望むこと、皆さん望むことですよ。で、その平和を、ただ過去はおかしいね、ちょっとね。そう、その平和を壊すのはね、人間の罪なんですね。人間の罪、憎しみとかね、差別とかね、そういうものが平和を壊すんですよ。で、私たちは本当にこう、思慮深くならないと、ちょっとした刺激を挑発し合うとね、だから日本もある意味では挑発した部分があるから、それは日本を謝らなきゃいけないと思うんですね。
挑発した部分があると思うね、うん、挑発かね、何を挑発か、ね、何を挑発か、あのね、もう 何挑発したか、あれはね、石原信晃かな、信晃の話かな、あの、いや、お父さんの方でしょ、お父さんの方で、あの、要するに尖閣諸島を、まあ、東京都、東京都で買おうとしたのかな、信晃か、信晃、うん、は何、信晃さんは息子の方じゃないですかね。え？石原都知事ですね。新太郎。新太郎さんですね。はい。新太郎さんが、あの、要するに東京都で、あの、尖閣諸島を買おうとしたんですね。でもこれはあの国際のその話でも。うん、ね、うん、これ日本のものって決められる以上は買うも何もないじゃないですか、そう思います。まあその微妙な時にね、こう挑発するのは良くないっていう感じでしょうかね。挑発じゃないじゃないですか、これは。私、あの、私例えばこれ中国がね、尖閣、まあ、今、まあ、日本かもしれないが、うん、中国が例えば、うん、尖閣が中国のものだとしますね、うん、家庭の話で、はいはいはい、家庭、うん、そこへね、うん、日本が例えばこれは私のものです、返しなさいと、うん、迫ってきたと、うん、そう、おかしな話じゃないですか。そして中国の政府がね、うん、買いますよと、うん、自分のものに対してね、うん、これ買うこと自体これおかしくないですか。自分のものを買うんですよ、うん、自分の島のものをね、うん、それおかしいですが、うん、だいたいその中日本政府も何もやってこなかった自体がこれがおかしいんですよ、うん、だから、うん、石原信晃はそうやってやったんですよ、うん、これ苦肉の策という、これ日本語でありませんか、苦肉の策という。あります、ありますね、うん、多分それがふさわしいじゃないですか、信晃のやってることはおかしいですよ、おかしいじゃない、新太郎さんでしょ、新太郎さん。あ、新太郎さん、うん、新太郎さんね、うん、まあ、要するにこの、自分で買うっていうのはおかしいですと、東京都で買って、そこに何か施設を作って、それを、まあ、既成事実を作ろうとしたわけでしょうね、結局ね、個人だと、なんかこう、所有権が弱いので、うん、まあ、どっちにしてもその利害関係なので、私はね、クリスチャンとして、その利害関係で大事な平和を失うのは良くないと思うんですよ、うん、やっぱりお金とか物よりももっと大事なものがあるんだよ、平和の方が大事だということを、もちろんそうですね。だからそういうことで争うのは、それはお互いに不利だよっていうことね。ただ不利なんですが、うん、中国のやってることはおかしいですよ、うん、でもどう思う、あのキュウちゃん、私まあ、ナギもそうですが、うん、いろいろお話しさせていただいたその中でね、うん、いろいろとその日本はおかしいだと言ってる部族の一員だと思うが、うん、なぜそのQちゃんはそういう日本の人なのにそういうことを言うのかわからないかな、うん、私はね、日本がやっぱり神様に対して罪を犯してると思うんですよ、うん、リバイバルが起きてほしいわけ、日本にね、うん、でそのためには日本の罪をやっぱり神様に悔い改めなきゃいけないということなんですよ。日本の罪はもちろん中国の罪も同じなんだけども、罪というのはさっき言った歴史の問題だよ、ね、いや、じゃなくて神様に対する罪、うん、基本的にはね、基本的には神様に対する罪なんだけど、やっぱりもちろん日本も中国も神様に対して罪があるわけね、うん、でそれは偶像崇拝なんですよ、基本的には。例えば日本、うん、中国だったら毛沢東を信じたじゃないですか、毛沢東、まあ、私のね、うん、で毛沢東はやっぱり人間だから個人崇拝ですよね、うん、個人崇拝っていう共産主義っていう偶像崇拝
いや今でもまあ共産主義だけどね、今そうね、うん、中国は国家ね、うん、でも日本も結局天皇崇拝で個人崇拝だったんですよ。昔の話じゃないですか。まあ今もありますよ、今も。だから今もの右翼の人も天皇崇拝だから、うん、だからでもいいじゃないですか、それで。いやだけどそれは国を守ってくれる人じゃないですか。いや地盤を固めてくれる人だと私は思いますよ。中国でもそうだじゃないですか。チェンさん、チェンさん、いいですか。あの右の右翼の人っていうのはね、あの私いろんなことを言うかもしれないけれども、うん、ね、一番その、うん、日本の国を正論でまとめてあげてくれるのが右翼の方じゃないですか。あのね、チェンさん、チェンさん、よく聞いてくださいよ。あの要するに聖書で禁じている罪はね、あの、はい、偶像崇拝が一番大きい罪なんですよ、偶像崇拝が。わかる、うん、だから神様に祝福されないと日本も中国も祝福、あの幸せにならないわけですよ。うん、だから日本も中国も偶像崇拝を悔い改めなきゃいけないんですよ。悔い改めなきゃいけないでしょ、うん、中国は中国で共産主義を悔い改めなきゃいけないんですよ、うん、日本は日本でそういう日本の偶像崇拝を悔い改めないとこれは、うん、日本も中国も祝福されないんですよ。わかります。だからあのチェンさんは中国を変えたいんでしょ。中国を変えたいんです。もちろんですよ。中国を変えたい。今のわだかまり、この日本とのわだかまりをなくしたいわけです。で、伝道したいんでしょ。中国を伝道したいんでしょ。だから、伝道するときに、私たちは、悔い改めなさいと。悔い改めて、イエス様を信じなさいって言うわけじゃないですか。うん、ね。そして、悔い改めて、偶像崇拝やめて、イエス様を信じると、その人は救われるわけですよ。うん。でしょ。ですから私たちはやっぱり日本の罪、中国の罪、お互い、まあ、チェンさんは中国の罪、私は日本の罪を悔い改めるように伝道しなきゃいけないんですよ。うん。ね。うん。そしてそうするとリバイバルが来るわけ、リバイバルが。それで変わりますか？え、変わりますよ、変わりますよ、悔い改めたら変わりますよ。あのチェンさんはね、中国の罪、それから共産主義だった、共産主義である罪を悔い改めて、あのチェンさんが取りなしすればいいんですよ。私やってます。あ、ね、やってます。アメン。この、うん、反日っていうのかな、この、うん、日本嫌いっていうデモがあった頃から、私、うん、伝道、私教えることでたくさんあるたんですよ、日本人の。うん、悪くないんだと、うん、そういうことを言ってるんですが、あ、言ってくれてるの、ありがとうございます、うん、でも、うん、やっぱりそのやるデモ参加者はやりますね、うん、やる人はやるんです。やる人はやる、うん、こういう人たちどうすれば治る、あのデモをやらないでくださいっても治らない人はどうすれば、うん、どうすればいいのか。まあ、あのクリスチャンが多分みんな祈ってると思うんですね。中国 10% クリスチャンだから、あのもうたくさんのクリスチャンが中国にいるんですよ、うん、もうね、うん、で彼らは祈ってると思う、まあ、そのこと、あの、うん、そのデモがなくなるように祈ってるので、多分クリスチャンの人はあまりデモに参加してる人は少ないじゃないかと思いますよ。でクリスチャンの人は祈ってると思いますね。あの日本、あのチェンさんが日本、あのチェンさんが日本を許してくれたように、あの中国のクリスチャンは日本のことを許してくれてると思いますよ、うん、もちろんそう、お祈り、私もその一緒になってお祈りしています。うんうん、ありがとうございます、うん、まあ、でもいくらお祈りしても収まらないところは収まらないんです。これ政治的なね、うん、何かがあること以上は、これ宗教を持っても解決しないことはしないですよ、これ。いやいや、チェンさん、神様に不可能はないです。そういうこと、いや、そうですよ、本当に正論ですよ、これは。あ、神様にはね、あの、不可能がないから。本当です、これは。これは本当です。いやいや、チェンさんね、祈りで変わるんです。祈りで中国も変わるし、日本も変わるし、世界が変わるから。だからチェンさん、信仰的に考えましょう、信仰的に。私、信仰してます。信仰してるんですが。じゃあ、祈りで変わると信じてください。何ですか？祈りで変わる。祈りで中国は変わる。祈りで日本は変わると信じましょう。ね。私、これまでずっと信じてきた、何も解決してないんじゃない？いや、だって、これから変わるんですよ、これから。これから変わる。これからいつ来るんですか？
終わらない旅を続けてるのか。だってチェンさん自分自身、チェンさん自身変わってきたじゃないですか。イエス様を信じたらチェンさん変わったでしょ。私は変わります。変わったでしょ。中国も変わりますよ。中国も変わります。だって中国だいぶ良くなってきたじゃないですか。だって以前ね、まだ経済が悪い時に比べたらずっと良くなったでしょ、中国は。もちろんそうです。ねえ、変わったじゃないですか。やっぱりクリスチャンの祈りで変わったんですよ、中国は。終わらない旅ですよ。だってチェンさん、今終わらない旅だ。たくさんの牢屋がね、たくさんの牢屋が今まだ牢屋にいるでしょう、中国では。もちろん私の友達も捕まった人いっぱいいる。さっき話したけど、ね、友達も今牢屋にいるでしょ。今それで彼らは牢屋の中で祈ってるですよ。見事な牢屋で祈ってるよ。うん、だから彼らはね、たくさんの牧師が牢屋で祈ってるんですよ。祈ってるね。でもこの人たちも、終わらない旅を続けてるんですよ。いや、終わりますよ、終わります。終わらない旅ですよ。いやいや、その彼らの中国の規制の厳しさ、ヒューさん分かってますかね。いや、厳しい、知ってますよ。もう拷問ばっかりでしょ。すごい拷問でしょ。そうですよ。もうひどいもんじゃないですよ。これは北、あなたたちの許さない北朝鮮の異常ですよ、これは。北朝鮮よりも中国のが拷問すごいの？拷問ですよ、これは。終わらない旅ですよ。この私たちの同胞たちも終わらない旅をずっと続けてるのにね。でもね、中国変わってきましたよ。だいぶ変わってきた。だからね、やっぱりクリスチャンの犠牲の上でね、クリスチャンの祈りと犠牲の上、殉教の上で中国変わってきましたから、終わりますから、チェンさん、希望を持って祈っていきましょう。希望を持って、希望を持ちます ね。モチベーションは高いよ。はいはいはい。私はアグレッシブだよ。だけど、だから希望を持ちましょう。過ごしない。日本人は好きだからね。私本当に日本人好きです。私皆さん聞いてるかわからないけども、一人ずつ握手したいぐらい日本人好きです。でもアメンで、でもね、やっぱりこういうやから人たちがいることに対してね、もう私本当に中国人もう殺したいぐらいですよ。いや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 、いや殺しダメ、殺しダメ。いや本当ですよ、本当ですよ。殺しダメ、殺しダメ。なぜそういうことするのか。竹島の問題もそうですよ。韓国の人もそうですよ。いや殺しダメ。おかしいじゃないですか。裁判も逃げてるじゃんっていう話じゃないですか。まあチェンさんね、やっぱりね、私たちは平和を作らなきゃいけないから、許し合って、やっぱり敵意とか悪意を捨てましょう。ね、敵意とか悪意捨てましょう。なんかヒートアップしてます。すいません。じゃあチェンさん、そうですね。じゃあチェンさん、お祈りできますか？お祈り。もちろんできますよ。じゃあね、日本と中国のためにお祈りしてくれませんか？日本語でできます？もしもし。もしもし。もしもし。チェンさん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 。切れちゃった。チェンさん。ちょっと何かあったですかね。チェンさん。どうかしちゃったかな。そうですね。何かあったのかもしれない。まさか捕まってはいないでしょう、ね。クリスチャンはね、捕まっちゃうんですよね。危ないんですよ、中国ではね。だから一応、場所とか言わないようにしてるんですけどね。中国の日本のクリスチャンの人たちが、チェンさん、切れちゃったかもしれないね。じゃあちょっとですね、もしかしたら何かあったかもしれないんで、一応こうやめときましょうね。はい、それじゃあですね、何かトラブルがあったかもしれません。また変わってきたらあれですね。じゃあ皆さん、チェンさんと、インタビューをしましたけど、じゃあチェンさんのインタビュー感想を明かしていきましょうかね。はい、チェンさんとのインタビュー感想明かしスタート。
あ、チェンさんのために乗る。あ、ごめんなさい。じゃあ、チェンさんのために乗りましょう。天のお父様、チェンさんが今、ちょっと切れてしまいましたけど、彼を守ってください。彼を守ってください。何かトラブルがあったかもしれません。どうぞ彼の、を守ってください。いろいろ、妨害されないように、逮捕されないように、彼の信仰を守ってください。そして、中国も救われますように。日本も中国も救われますように。リバイバルが起きますように。今、中国はリバイバル起きてますけど、もっともっと中国はリバイバルが起きますように。日本も、リバイバルが起きますように。イエス様、日本と中国、日本と韓国の平和を与えてください。平和を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。はい、ぜひ皆さんも祈ってあげてくださいね。はい、じゃあ、証し続けましょうね。はい。人間同士なのでもっと愛し合えると思いました。アメン。アメン。素晴らしい中国人がいると知れてよかった。チェンさんの安否が気になります。チェンさんの勇気ある証に感動しました。政府では任せられません。日本と中国と日本のクリスチャン同士が、チェンさんのおかげで中国のイメージが良くなりました。チェンさんが来日したらと思いました。チェンさんはイエス様の御言葉に従って日本を愛していると思います。アメン。中国にまともな人もいるんだね。チェンさんのおかげでリバイバルの素晴らしさを知りました。キリちゃん、デモ隊の前でキリスト教を布教すればいいと思いました。中国と日本のクリスチャン同士の話し合いで解決すべきです。アメン。中国のクリスチャンのリアルな声を聞けてよかったと思います。私もね、それを目的で企画しました。イエス様に乗ればチェン様も牢屋から出られます。政府同士で解決できません。チェンさんの心は受け止めました。チェンさんは犠牲になったのと思います。チェンさんはとても勇気がある方だと思った。デモが沈静化すればいいと思いました。日本の政治家が早く目覚めるように祈ります。チェンさんは最後に素晴らしいものを残してくれました。彼の心です。クリスチャンは大変だと分かった。見事な牢屋に入りました。チェンさんの伝道で中国の方がたくさん救われますように。
中国に油注いでください、神様。一応今ね、大丈夫ですかってチャット送っていますね。まだ返事来ないですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。中国のデモが収まりますように。チェンさんはですね、過去2回ぐらいインタビューしたことがあるんですが、まあ、今回のことでもですね、私はやっぱり中国と平和を保つためには、中国の方の声をね、やっぱり直接聞いてもらうことがとても大事だと思ったんですね。で、チェンさんはクリスチャンでイエス様を信じて、まあ、この放送で信じてくれたって嬉しいですが、クリスチャンなので気持ちが通じますので、で、まあ、彼に頼んで、で彼はね、最初はね、ちょっとこう、嫌がってたんですね。まあ、そういう法的なこともあるし、それからやはりかなりやっぱ勇気いますね、勇気がね。だからかなり無理やり頼んだという経緯がありますけど、彼はまあしぶ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 やってくれたんですが、本当に感謝しますね。でもね、本当にやっぱりコミュニケーションってとても大事ですね。多くの場合ですね、コミュニケーション不足でですね、いろいろ人間トラブルが起きます。噂とかね、悪口とかね、まあ、そういうことで、人間関係悪くなることがあります。ですから私たちは、できるだけコミュニケーションをとって、コミュニケーションをとって相手を知るということがとても大事だと思います。しかしやはりですね、信仰が必要ですね。やっぱり憎しみとか怒りがあったら、やっぱり人間関係はうまくいきません。ですから私たちは憎しみとか、怒りとかですね、そういうものをイエス様によって取ってもらって、イエス様によってこの人間関係がうまくいくように なればうまくいきます。ですから皆さん、なぜ私たちがイエス・キリストを信じなければならないかというと、イエス・キリストを信じることによって罪が許されることによって、罪が許されることによって初めてコミュニケーションが取れるということですね。平和的に解決したいですね。もし憎しみがあったらコミュニケーション取れません、ね、恨みがあったら、コミュニケーション取れません。怒りがあったら、コミュニケーション取れません。皆さん、ヤクザの人とコミュニケーション取れますか？ヤクザの人とコミュニケーション取れますか？取れませんよね。なぜヤクザの人とコミュニケーション取れないかというと、彼らには憎しみがあり、怒りがあり、敵意がある、そういうものがあるとコミュニケーション取れないんです。愛し合うことができないんです。つまり、それが罪ですね。罪、つまり、イエス様を信じるというのは、イエス様を信じるというのは憎しみを取ってもらう、怒りを取ってもらう、敵意を取ってもらう、コミュニケーション取れませんよね。つまり人間関係がうまくいくためには、ね、イエス様によって罪を取ってもらわないと人間関係うまくいかないんだよという、昨日の放送でね、家族に暴言を吐いてますかっていう、昨日か一昨日だったかな、 50% の人がね、 50% の人が家族に暴言を吐いてるというアンケートがあったんですが、イエス様によってその敵意とか憎しみを取って、敵意とか憎しみを取ってもらって初めてですね、初めて人間関係がうまくいくんですね。ですからイエス・キリストを信じるっていうのはとても大事なことなんですね。イエス・キリストを信じるということによって敵とか怒りがなくなって、そして家族を許すことができ、家族を愛することができ、また人間関係がうまくいきます。
そういうわけで、日本と中国が平和を作るためには祈りが必要なんだということですね。祈りが必要、皆さんの祈りが必要です。皆さんの祈りが必要です。日本と韓国が仲良くなるためにも、皆さんの祈りが必要です。皆さんの祈りが必要です。そして私たちは平和を作りましょう。チェンさんからね、なんかやっぱりもうこれはもうダメかもわからんっていうちょっとチャットを来てどうしたんですかって今ちょっと打ったんですが、何かあったみたいですね。もうこれはダメかもしれないってどういうことなんですかね。ちょっとわかりませんが、何かあったのかもしれないね。はい、はい、祈りが本当に必要です。皆さんの祈り、はい、それじゃあですね、招きをしましょうね。招きをね、はいはい、招きをしましょう。それではですね、皆さん、ぜひですね、怒りを持ってる人、憎しみを持ってる人、ね、人間関係がうまくいかない人、イエス様によって、心清くなりたい人、心清くなりたい人ね、アメンと言ってください。アメン。心清くなりたい人、アメン。イエス様によって人間関係を回復したい人、誰とでもいい人間関係を持ちたい人、はい、アメン、アメン、アメン。人間関係良くなりたい人、アメン。はい、じゃあ祈りましょうね。祈りましょう。なんか不安の人が来ているって来てますね。不安の人が来ている。ちょっと祈んなきゃいけないですね。祈んなきゃいけませんね。はい、天皇とお父様、今、チェンさんのところに不安の人が来ているということですけど、彼を守ってください。彼を守ってください。彼が本当に逮捕されませんように、逮捕されませんように彼をどうぞ守ってください、イエス様。そして今アメンと言った方々の、罪が許されて、敵意が、なくなり、怒りがなくなって、イエス様、平安がありますように、平安がありますように。どうぞイエス様、今アメンと言った方々を救ってください。救ってください、イエス様。どうぞどうぞ、今アメンといった方々を本当に、イエス・キリストを信じるようになりますように、人間関係が回復しますように、許すことができますように、家族を許し、憎んでる人を許すことができますように。どうぞイエス様、今アメンといった方々の人間関係が回復しますように。また日本と中国、日本と韓国の関係を祝福してください。いろいろな、誤解や偏見や憎しみによって、本当に、争うことがないように、
どうぞイエス様に平和を与えてください。日中関係に平和がありますように、日韓関係に平和がありますように。サタンは戦争させたいと思っているかもしれませんが、イエス様どうぞ戦争は起きませんように、戦争が起きませんように、許し合って愛し合う国となりますように、許し合って愛し合う国となりますように。どうぞこの、東アジアに平和がありますように、平和がありますように、平和がありますように。どうぞ、反日デモも沈めてください。反日デモをあなたの力によって沈めてください。感謝します、感謝します。日本にリバイバルが起きますように、日本にリバイバルが起きますように。日本を憐れんでください。信じます。中国も変わります、日本も変わります。中国も変わります、日本も変わります。韓国も変わります。イエス様の力で変わります、イエス様の力で変わります。イエス様どうぞどうぞ、変えてください、救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、今日はですね、ストッキングさんがアットスカイプで1時半から、するそうですね。スカイプ会議をするので、皆さん関心がある方は出てください。はい、ぜひ皆さん、チェンさんのために祈ってあげてください。ちょっと今その後切れてますので、どうなってるか分かんないんですが、どうぞ彼が逮捕されないようにぜひ祈ってください。はい、ありがとうございました。今日は水曜日ですね。明日はい、あ、チェンさんのために祈ってくれ、ありがとうございます。花さんのですね、花さんの放送はちょっとまだ連絡ないので、明日の朝11時あるかどうかちょっと分かりません、ごめんなさい。まだするかどうか確認取れてませんけれども、ちょっと分かりません。はい、明日の、夜7時はありますね。明日の夜7時はあります。はい、皆さん、世界はですね、クリスチャンの祈りによって変わるのです。ソビエトの崩壊もクリスチャンの祈りで崩壊したと言われています。また東西ドイツの統一もですね、クリスチャンの祈りで統一したと言われています。アラブの 春ですね、アラブの春もクリスチャンの祈りで、アラブの春が起きたと言われています。南北の朝鮮もクリスチャンが祈っています。クリスチャンが祈っています。南北統一、朝鮮統一も私も祈ってますが、皆さんも南北統一、朝鮮統一を祈ってくださいね。そして、日本のリバイバルも祈っています。日本のクリスチャンも祈ってますが、世界中のクリスチャンが祈っています。ですからクリスチャンの祈りで歴史が変わるのです。クリスチャンの祈りで歴史が変わるのです。さっきピースメーカーっていうのを言いましたけど、ヒストリーメーカーですね。クリスチャンはピースメーカーでもありますが、ヒストリーメーカーでもあります。クリスチャンの祈りで世界が変わります。クリスチャンの祈りで歴史が変わります。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン、シャローン。おやすみなさい、おやすみなさい。アメン、アメン。シャローン、シャローン、シャローン。アメン。